はいえー、今回はね昭和映画というわけではありませんけどももともとはアマゾンプライムで見てしまった映画なんですよ中井貴一さん主演の「レールウェイズ」鉄道を中心としたドラマがシリーズになっておりますこれは3部作でございましてその1作目それぞれが独立した作品になっておりますで第1話は49歳で運転士になった男の話でございますね一流企業に勤めていた中井貴一さん するね、この主人公がその一流企業の成長と発展とそれから普段の業務とか人間関係にね、まあ、悩みながら納得しながらでも自分はこんなことをやってる場合なのかなって考えた時に家族の問題や介護の問題があり、まあ、島根に引っ込むことになったんですよね会社を辞めてで島根で「俺にできることって何かあるかな? 49歳だぜ」歳 っていう時に、あ俺もともと幼い頃から運転手をしたかったんだよなってことで、この鉄道会社に就職を決めるんですよね。で、資格を取って就職するわけですけども、同期で入社したのが18区の若者ですよ。ちょっとひねくれててね。で、彼との関係もものすごく温かいものになるんですけども、最初はなかなかね、あの心開いてくれないっていう若者もちょっと見ていくわけなんですよね。 で、この運転士の方は中井貴一さんね街の人にものすごく温かく楽しく仕事をするんですよまあその傍らで様々な問題も抱えていきそれが最終的にどんな着地点を持つのかそこがこのドラマの泣きどころでございますえー、必ずですね感動して電車っていいもんだなっていうふうに感じる、まあ、そんな風に思える映画なんじゃないかなと思います もももうね、ねね、電車に乗ることも少なくなくりましたよ、ね、でも、ね、日本の田園風景にはこういったね鈍行の地方列車がよく似合います。そんなことを感じていただければなと思っております。それではレディウェイズ第1話でした。